こんにちは、ゆしみです。いつもチャンネルをご覧くださりありがとうございます。前回の配球、青葉城西とのインターハイ予選3回戦、カラスノもね、田中先輩を含めていろいろこう覚醒していく中で、及川のね、見事なセッター具合にやはり追い詰められて、特にね、影山はメンタルがだいぶちょっとこう焦り始めていた状況で、ここでセッター交代かっていうようなね、タイミングで前回の話が終わりましたけど、引き続きカラスノ対青葉城西の試合どうなっていくんでしょうか。シーズン1エピソード21を見ていきたいと思います。交代ですね、セッター。菅先輩、ここは経験がものを言うか。リズムチェンジ、ちょっと冷静にならないとね。倒すって難しいけどね、同じチームだしさ。心配なかったかな。外からちゃんと見とけよ。そんで一回落ち着け。先輩のプレー、ちょっと楽しみね。ここで先輩のプレー、野安さん嬉しそうよね。なんか第21話、先輩の実力。ピリピリしてね。なんか考え込んでんなーってのはわかるけど。俺声出してなかったか。素直。のどの試合こいつに言われるほど余裕なくなったか俺は。そんなんだ。じゃあ入りたての天才1年にスタメン取られたんだ。そんなん言われるけど。さすがのパイセンよ。月島と作戦。もう及川もあんまりデータなし。もうちょっとワクワクしてきたよ。どうする、田中拾ってきた。おお、月、おお、読みを読んでる。経験ね、入れ替わり、あるある。狙われるよね、こう定番なんだね。まだ点差あるね。余裕すら感じるね、なんか先輩。エクエク、おお、飛んでる。おお、ブロックしたじゃん。すごっ。すごいね。的確すごいやん。ガッとね。上回るね、大事よね。もうサイン、サイン、よし。声のサインはないからね。おお、しっかり決まった。影山と比べたら技術も身体能力も劣るけど、チームのことは少しだけ長く見てきた。俺の仲間はちゃんと強いよ。大事だね。おお、点差どうなる。じりじり追いついてる感じ。間に合うか。もう及川サーブ来た。野安さんと田中さん、うわ、微妙な。
お見合いゾーン。まあ野谷さんね、野谷さん。うわ、ふわっときた。うわー、もうここでまた点食われた。この点差は結構絶望的に思うよね。今日はなんとか頼む。帰ってくる。ダイレクト？ダイレクト？なるなる、タイミングむずいよね。おー、しっかりブロックできてるやん。うわ、拾うす。アウト。おー、ちょっと空気は変わってきたね、流れは。こっからどうする、どうする、追い上げられるか。ノーマークなわけね。ラッキョ。もしかしてタイミングゆっくりなんですかね。そうだと思う。ある程度ボールを見て。見えてきた。それから叩く。完全密の司令塔を入れたことで相手は確実に混乱してる。いいよいいよ。他の連中を平常心に戻すメンタル的な部分が狙いだったが、こんな効果もあると。対照的なセッターね。他の試合になっても強するよ。セッターで雰囲気変えると結構それもいいよね、戦略的に。そういうことよね、流れを変えるっていうね。セッター変えるっていう技も結構ね、最近は定番になってきてるからね。次のセットも菅パイセンスタートね。そうね、ここね。お、つき。影山の顔よ。月島道よね。なんで俺が他人の月島なんかのご機嫌伺いしなきゃいけねえんだ。ボケ。うちのスパイカーって結構レベル高いと思うんだよ。そいつらがちゃんと 100% の力で打てたら、多少ブロックが立ちはだかったってちゃんと戦えると思う。先輩たちがめっちゃ助言してくる。あ、もう一回は来たよ。どっちかを取るのね。及川のサーブだが、一瞬のためらいや迷いが命取りになる。レシーブに引いてた西野や沢村の少数二人で対応しようと。これは賭けだね。お前らならやれます。潔いね。及川のサーブで崩された。サービスエースで取られた点は1セット目だけで5点。攻略しない限りやばいよ。もう野安さんに攻略してもらうしかない、これ。どこに来るか。お、大地先輩、取った。お、ふ、よし。決めたい。意味がある。
れてる田中先輩。頼む。おお。よし、切った切った。やるね。ふんって言ったね。ふんって。うん、ちゃんと入ってるし、向こうのコートに。こっちの士気も申し分なし、点数を離されたら苦しいのは確実。うん、でもしがみついていれば流れはやってくる。おお、うん、食いついてる。勝つっていうとこまでね、行きたいよね。あの爽やか君も決してレベルの低いセッターじゃないけど、あくまで教科書的な攻撃、決して無茶をしないセット。こっちはこっちでね、持ち直すのね。こっちのセッターのところ抜かれることが多くなってる気がする。さすがよね。うわぁ、正常の連続得点だ。ここで正常を乗せんなよ。セッターが変わってからカラスノはレフトを使ってくることが多いですね。ここはどう打破していく。うん、目的がはっきりしてるからだ。意志が強い。ベンチに下げられるってこと、用済みだと言われた証拠だと思っていた。あの時はそうだったんだと思う。でも今は違うからね。俺と菅原さんのできることは違うけど、目的は同じだ。出たい出たい出たい。うん、前に出たい。こいつらと一緒にいたい。おお、おお、感動的だ。ここに立たせてくれ。ボールに触りたい。自分の手でトスを上げたい。何度でも。いいね、この2人のセッター。あー、かかっちゃった。そろそろ。悪い日なだ。カロスの9番呼ばれた。いよいよか。あとワンプレーか。王さん連成コンビ、よかったね、このワンプレー。ちょっと悔しいけど、うちの連中はちゃんとみんな強いからな。よし、大事な時間だったね。うん、次の時はね。菅原君にとって次っていうのはすごく嬉しい言葉なんじゃないですか。その先へ一歩進むには最強の踊りが 100% 機能しなくちゃいけない。おお、主役だね、さすが。お前だけだ、影山。いやー、今回のお話良かったですね。菅原先輩のさすがの経験と、もちろん菅原先輩のね、本来のこうポテンシャルもあると思いますけど、結構戦術的にね、タイプの違うセッターが入れ替わったりして流れを変えたりとか、ちょっとタイプの違う攻撃を見せたりっていうことがね、実際の試合でもあると思うんですけど、菅原先輩も十分機能するセッターだったっていうことも証明されましたし、影山にとってもね、すごい必要な時間だったし、実際に流れも変わったし、最後のね、大地と朝日と、そして菅先輩と3年生のね、みんなでこう一点をもぎ取るっていうところがね、すごい感動的なシーンでございました。ここでまた影山がね、セッターとしてね、気持ち新たに戻ってきたというところでね、さらなるこう追い込み期待したいと思います。それではまた次回のリアクション動画でお会いいたしましょう。やります。本日もチャンネルをご覧くださり誠にありがとうございます。皆様のグッドボタンやコメント、チャンネル登録のおかげで動画を更新できています。メインチャンネルでは様々な歌ってみた動画や弾き語り、 Apple Music、Spotify、その他配信サイトでは作詞作曲編曲すべて自身で行ったオリジナル曲を配信リリースしています。
ツイッター、インスタグラムもチャンネル概要欄からぜひフォローしてくださいね。お待ちしております。